これは単にイスラエルだけの問題じゃない。中東地域ですけど、それ
が持ってる国が増えれば増えるほど、今度は国以外の機関、もしくは団体がそれを手に入れるようになる。国がちゃんとある意味で管理をして、そして、まあ、悲しい話ですけども、核の抑止を仮にも両方でやっていれば、もしかしたら使われなかったかもしれないことがですね、本当にテロリストの手に入ったら、抑止の義務ないしかなくなるんですよ。これ数が増えれば増えるほど、その可能性が高まるんですが、むしろ全体の方向はですね、まあ、会議でどのような議論をするか別として、実態としてはそれが広がっていく。だから NPT の決裂よりも深刻なのは、オバマさんがノーベル平和賞を取ったってやったのが、このイランとの核合意だと、ほが深刻なんですよ。今までイランは一つの広島型原爆作るのに、3、4ヶ月本当は出て、もう一度かかってた。たったそれだけだイランがね、はい。それを1年にしただけです。だから今、三宅さんはまだ恩恵のおっしゃったけど、おそらく8年とかそんなかからないと、もっと早くイランは、広島型の核兵器について持つと長さの時のものはでもイランが持ったらイランが持ったらってことサウジアラビアとかね、いや、アジアが持ったんですよ。で核から核だけで基地を考えればですね、かなり辛口になるかもしれませんけども、ただやっぱり今の時点でイランがもうああいう形で孤立して、そして制裁、経済制裁を受けてですね、やっぱり非常にその国の中に不満が起こるように注文してると、これやっぱ非常に危険なことで、例えばその、まあ、アイスの問題ありますけど、アイス、アイシス、はい、アイシスというのはやっぱりイランを敵対してるんですよね。それからそのアメリカはイラクを新しい体制にしましたけど、イラクってシーア派政権ですから、イランの影響が非常に強い。でそれに対してサウジアラビアは新しいサルマンとかを取ってという中でですね、やっぱりイランを国際社会にやっぱり引き入れていかないと、それは安定しないという問題があるんですね。甘いかもしれないけど、それが今のアメリカの現実の実力でやっぱり変わらないんですよ。だってね、それしか経済制裁をなかったんでしょ。経済制裁をこれで解除するわけですよ。こうすれば現金収入が出るわけですよ。それでいて核兵器については15年。しかし IAEA の査察は本当に軍事施設の劣化とかもわからない。こんな状態でないだって合意の中で調整するって書いてあるじゃん。逆にだとそういうふうに余計な本だけども、はい、イランの核技術って誤解したんですか。北朝鮮そこなんですね。いやだから北朝鮮があった核実験は必ずイランでやってますね。そのイランにそういう問題があるから何にしなかったかないのです。極大でありますね。で私はそのおっしゃるようにイランの今回の合意というのは確かに将来的な不安を残すものだと思います。ただエーゼさんのがおっしゃるように当面の政治合意としては非常に歓迎すべきことだと思いますけれども、将来的には問題を残す、問題を残したら何をすればいいかというとですね、結局今の NPT だけでは核の拡散を防げないんですよ。なぜかというと NPT というのは持ってる国は持ってていいよというそういう合意ですよね。そうするとあの国がいいんだったらなんで自分たちがダメなんだということがそうドミノが起きやすいんですね。だからこれを NPT を抜けて、勝手に核保有に走っちゃうような国が出やすい、それが北朝鮮のその事例ですね。そういうことがあるから、うん、NPT だけじゃなくて核兵器を全体的に禁止する結局だから今入っているね、核保有国持っている国が勝手ないものだってね、やっぱり広島の声なんて全く聞こえないね、高橋さんで、コマーシャルさんで高橋さんにどうすればいいかって話を聞きました。ゴミどもがまとめて掃除してやれ、国一つ残すな。運んでいたのがこの掃除機です。一つ見るぞ。おいおいおい、掃除機もらえる。贅沢な歯ブラシ。贅沢は毛束の量と見つけたり、たっぷり毛束があらゆる隙間に入り込みかき出す。誕生ビトイン贅沢ケア。空気清浄機能がついたダイソンの新しい扇風機。花粉や匂い PM2.5 だけでなく、より微細な PM0.1 も捉えます。